牡蠣の水揚げ作業が始まりました。たくさんの牡蠣が引き上げられています。午前6時過ぎ、日の出とともに始まった牡蠣の水揚げ作業。県内有数の牡蠣の産地、浅口市寄島町の沖合にある三宅博文さんのいかだでは、今月8日から養殖の牡蠣の水揚げが始まりました。いかだに吊るしていたロープにぎっしりとついた牡蠣を船に引き上げ、落としていきます。例年と比べたら、3分の2、もうここら辺まで来る感じだな。中身はもうだいぶ入ってきとる。この時期にしたらもう上等じゃねえかな。今年は暑い日が続き、雨も少なかったことなどが影響して身は小ぶりですが、品質は上々、プリッと引き締まっています。ここの牡蠣言うたらやっぱり粒は小さいけど、やっぱり濃厚で、ふっくらした牡蠣がまあ売りかな、やっぱり。まあ頑張って美味しい牡蠣を作るので皆さん、よろしもの牡蠣を食べてください。このほか瀬戸内市や備前市の産地でも水揚げ作業が始まっていて、瀬戸内の冬の味覚、牡蠣のシーズンが到来。取れた牡蠣は県内外に出荷されるということです。寄島町での水揚げは来年3月頃まで行われ、1月下旬から2月にかけてピークを迎えるということです。